ドックコネクタは、携帯型の電子装置を外部機器に接続するために、用いられる接続端子であり、様々な信号を入出力する端子が含まれ、多様な外部機器への接続を容易にする。ドックコネクタは、機器本体に組み込まれる携帯の他にも、ケーブルで引き出され、その終端にコネクタハウジングが備わるものがある。ドックコネクタはもともと、 ノートパソコンに関連する概念であったが、現在は、その他の携帯端末にも用いられる。また、携帯メディアプレイヤーのコネクタの統一規格として、米国家電協会がプドミーを策定した。Apple Dock クタアップル Apple 3 0ピ i Dock c o n n iPod の形状に合わせて作られた、Dock ダプターアップ Apple Dock は iPhone、iPad、 iPod シリーズに共通で取り入れられている30ピンコネクタである。コネクタには日本航空電子工業の DD1 という汎用コネクタが用いられている。ただし、iPod シャッフルには取り入れられておらず、iPad のドックコネクタは USB の給電規格から外れているために、iPad を使用しながらの充電はできないといったように、機器によって微妙な際は存在する。 アップルドックコネクタには US、USB、FireWire、ステレオオーディオライン入出力やビデオ出力、コンポーネント、その他様々な信号が存在する。また、同じアップルドックコネクタであっても、機器の発売時期により、細かな仕様変更が行われている。主な変更は、以下の通りである。Lightning 2012年秋以降に発売される、モデルは、 コネクタの形状が小型化された8ピンのライトニングに切り替えられた。従来のドックコネクタも使用できるようにライトニングから30ピンアダプタが発売されている。基本的にはデジタル情報のみを扱うため30ピンのドックコネクタで対応していた音声のアナログのライン入出力やビデオ出力には非対応であるが、アップル純正のライトニングから30ピンアダプタには DAC が内蔵されているため、音声のアナログライン出力に対応している。また、ライトニングデジタル AV アダプタを利用することで、HDMI 端子を用いて、ビデオ出力することができ、HDMI コンポジット変換アダプタ等を用いて、コンポジット出力することも可能である。イヤウジオ M3、X5 に搭載されている22ピンコネクタ。コネクタには、 ゴーマディック社の22ピンコネクタが用いられている。USB 接続やオーディオライン入出力などに対応する。ドッキングコネクタ全ビジョンシリーズに搭載されている30ピンのドックコネクタ。Apple ドックコネクタと同様に日本航空電子工業の DD1 が用いられているが Apple ドックコネクタとはピンアサインが異なるため互換性はない。 USB 接続やビデオ出力、オーディオライン出力などに対応する。USB、アダプタージャック H10、H10Jr. に搭載されている18ピンの拡張端子。USB 接続や充電、ライン出力に対応する。ズネシリーズに搭載されている24ピンのドックコネクタである。USB 通信やシリアル通信。 音声のライン出力やビデオ出力が可能となっている。クレードル、PC 接続端子 M、ローブシリーズに搭載されている18ピンの拡張端子。USB 接続や充電、そして MR-500i はテレビ出力が可能となっている。コネクタ自体は広瀬電機の ST80B が使われており、サムスンや産業の海外向け携帯電話に、 使われているものと同等のものである。D、スナップポート D スナップ SVSD800N より搭載されるようになった24ピンの拡張端子。パナソニックのコンポやカーナビと連携することが可能であった。フィリップスドックコネクター5ギル HDD1400、HDD1600、HDD6300 に搭載されている30ピンのドック端子で、 コネクタには日本航空電子工業の DD1 が用いられているが、Apple Dock コネクタとはピンアサインが異なるため互換性はない。USB 接続や充電、LINE 出力、テレビ出力が可能となっている。Galaxy タブに Apple Dock コネクタと同等の形状の Dock コネクタが搭載されている。Apple Dock コネクタとは互換性はなく USB 接続や LINE 出力。 ビデオ出力の他に MHL 出力等も備えている。サンサドックコネクタサンサドックコネクタはサンディスクのサンサ E200、C200、ビュー、コネクト、ピューズに搭載される30ピンコネクタである。アップルドックコネクタと同様に日本航空電子工業の DD1 が用いられているが、アップルドックコネクタとはピンアサインが異なるため互換性はない。 マルチコネクタ NWA1000-3000 に搭載された42ピンの端子である。その後は、以下の WM ポートに変更された。WM ポート WM ポートとは、ウォークマンとアクセサリーを接続するための専用マルチ、接続端子。仕様は当初公開されておらず、WM ポート対応の周辺機器はソニーからのみ。 発売されていたが、後にデザインドフォーウォークマンというライセンスプログラムを開始し、これを取得したサードパーティー製の周辺機器が発売されている。WM ポートは USB 接続やステレオオーディオ出力、他にビデオ出力ケーブルでテレビに出力できる。またダイレクト録音ケーブルにより、 ステレオミニプラグ出力ができる。MP3 プレイヤーやラジカセから直接録音できる。エリオフォトジュークボックスに搭載されている26ピンのドック端子。USB 通信や充電、ライン出力等を備える。コネクタはパナソニックのアクスル3541が用いられている。拡張コネクタギガビートシリーズに搭載されていた。 40ピンの USB クレードル端子、ギガビー b F より搭載が開始した。当初は USB クレードルコネクターという名称であったが、ギガビー b S より拡張コネクターという名称が用いられるようになった。USB 接続やライン出力のほか、音気用の RI システムにも対応する。クレードルコネクターアルニオサイ d 5 0 0に搭載された端子で USB 接続や、 アナログライン出力やプレイヤーの操作などが可能。コネクタには、Apple Dock コネクタやサンサドックコネクタと、同じ日本航空電子工業の30ピンコネクタ、DD1 が使われている。付属のクレードルや、自社製のカーオーディオ等わずかに対応機器は、存在したが、その後発売されたモデルからはこの端子が廃止されたため、普及に至らなかった。 ヒーローポート GoPro シリーズに搭載されている30ピンのコネクタで、Apple ッ,ックコネクタと同様に、日本航空電子工業の DD-1 が用いられている。しかし、他の DD-1 を用いた製品と同様に、ピンアサインが異なるため Apple ッ,ックコネクタとは、互換性がない。USB 接続やビデオ出力などが可能である。iPod 対抗のインターフェース米家電協会が、 接続企画を策定。イティメディアニュースハット iPod Hi-Fi ユーザーガイド。チャプター2。ステップ2。コネクトユア iPod。ページ13。apple.com。2007年5月25日閲覧。WM ポートとは何ですかソニー JP。ナレッジドットサポート,ドットソニー j p 2020年12月5日閲覧。ターシービギガビーアトフクスポートピンズ。 メーン、ウィキ、ありがとうございます。